オタマトーンは、明和電機が開発した電子楽器および玩具である。おもちゃ扱いの量販品は、キューブが2009年12月1日から製造、販売している。また、アートとして、オタマトーンジャンボー、明和電機が製造販売している。見た目が、オタマジャクシや、音符のような電子楽器で、 長年アート作品を発表しているアーティスト、名和電機が生み出したヒット商品である。基本は、作音楽器であり、演奏者の音感が必要とされる楽器であるが、一部機種は、スマホアプリである、OTM リンクと接続することで、アプリで調律された音率で演奏ができる。2010年、日本おもちゃ大賞のハイターゲットとい部門の大賞を受賞。 2013年には、星のカービィとコラボレーションした商品が発売された。2020年12月、10周年記念モデルの、オタマトーンネオが発売された。2021年には、オーディション番組、アメリカズ・ゴット・タレントのスペイン版にあたる、ゴット・タレント・エスパーニャにおいて、ギター奏者の男性が、日本で購入したオタマトーンによる演奏で、オペラ、トゥーランドットのアリア、 誰も寝てはならぬを披露をした。このパフォーマンスは準々決勝進出を意味するゴールデンブザーを獲得した。ありがとうございます。